ゼロで死ね。それこそが経済学者も絶賛した最上級に人生に響く生き方であり、人生が豊かになりすぎる究極のルールなのだ。だから私たちもゼロで死のう。皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの武見です。今回はダイウィズゼロ、人生が豊かになりすぎる究極のルールを要約していきたいと思います。さて、この本を読んだ私の率直な感想は面白かったでございます。僕らが心のどこかで思っていたことをしっかりと言語化してくれているなぁと感じました。とても面白く、かつ人生を考えさせられる内容となっているので、ぜひ最後まで楽しんで一緒に見ていきましょう。この本はまず有名なアリとキリギリスのイソップ寓話から始まるんです。夏の間、勤勉なアリは冬の食料を蓄えるためにせっせと働いた。一方の気楽なキリギリスは自由に遊んで過ごした。やがて冬が到来した。アリは生き残り、キリギリスには悲惨な現実が待っていた。この寓話の教訓は、人生には働くべき時と遊ぶべき時があるというものでございます。だが、ここで次のような疑問を感じないでしょうか。アリはいつ遊ぶことができるのだろう。それがこの本のテーマだと筆者は言うんです。私たちはキリギリスの末路を知っています。そうです、飢え死にです。しかし、アリはどうなったのでしょうか。短い人生を奴隷のように働いて過ごし、そのまま死んでいくのでしょうか。いつアリは楽しい時を過ごすのでしょうか。もちろん誰もが生きるために働かなくてはいけません。だが生きる以上のことをしたいと誰もが望んでいるでしょう。本当の人生を生きたいと誰もが思っているはずです。この本のテーマはそれでございます。ただ生きるだけでなく、十分に生きる、経済的に豊かになるだけではなく、人生を豊かにするための方法を考える。筆者はこの本を通して、あなたの人生を確実に豊かにする方法を伝えていくと言います。いやー、なかなかね、面白そうな内容でワクワクしてきました。どうすれば僕らはアリのようにただ生きるだけではなく、本当の人生を生きることができるのでしょうか。では早速、本書の内容に一緒に切り込んでいきましょう。それでは本日のお品書きは次の通りです。1限で今しかできないことに投資する。2限でゼロで死ぬ。3限で金の価値は加齢とともに低下するという3つの重要なテーマについて解説していきます。では早速、1限の今しかできないことに投資するから解説を始めましょう。さて、筆者はまず、僕らは喜びを先延ばししすぎている。いつ使うかもわからない金を貯め込んで、今しかできないことを見送り、金のために多くのことを失っている、そう言うんです。本書はエリンとジョン夫妻のエピソードが紹介されております。エリンとジョン夫妻は共に弁護士として働いていました。ただある日、夫のジョンの体に腫瘍が見つかりました。癌でした。腫瘍は知らないうちにジョンの背中と足の骨に広がっていました。エリンは会社を辞め、ジョンの癌治療の合間に夫婦はただ二人でいる喜びを味わいました。一緒に公園に行き、映画を見て、テレビゲームをし、ボストンを何度か訪れ、自由時間には市内の歴史的名所を見て回りました。この時ジョンはまだ自力で歩きました。ですが病状は急速に悪化し、二人の希望は薄れていきました。ジョンは癌と診断されてわずか3ヶ月後、天国に旅立ちました。当時のことを思い出すと、エリンは今でも深い悲しみに襲われると言います。それでも仕事を辞めて、ジョンと少しでも多くの時間を過ごしたことを良かったと思っているそうです。もし私たちがエリンの立場に置かれたらどうするでしょうか。きっと彼女と同じことをするに違いありません。死というのは人を目覚めさせるんです。死が近づいて初めて私たちは我に返ります。先が長くないと知り、ようやく考え始めるんです。自分は今まで一体何をしていたのだろう。これ以上先延ばしをせずに、今すぐ本当にやりたいこと、大切なことをするべきだと初めて気づくんです。普段私たちはまるで世界が永遠に続くかのような感覚で生きております。もちろんそう考えるのはある意味合理的です。毎日人生が最後の日のような気持ちで生きるのは難しいです。そんな風に考えちゃったら、誰も仕事行かないし、テスト勉強もしないですよね。歯医者にだって行かないでしょう。喜びをある程度先送りするというのは理にかなっております。長期的に見ればその方が報われるからであります。だが残念なことに、私たちは喜びを先送りしすぎているんです。手遅れになるまでやりたいことを我慢し、ただただ金を節約する。
人生が無限に続くかのような気持ちでそんなことを続けるんです。もちろん急な難病に見舞われたエリンとジョンのケースは極端な例です。ですが誰もが遅かれ早かれ2人が直面したような現実に向き合わなければなりません。だって人は老化には逆らえないから、いつかは誰もが死んでしまうのだから。だからこそ限られた時間の中で最大限に命を燃やす方法を考えなければならない。誰もがこの問題への答えを求められております。置かれた状況によって違いはあるものの基本は同じです。死ぬまでに限られた自分のエネルギーを何にどれぐらい振り当てるべきかという問いでございます。筆者は最低限の生活費しか稼げなかった若い頃からこの問いについて考えてきました。そして長い時間をかけ次のような人生の指針、原則を築き上げたそうです。今しかできないことに金を使う。これこそがこの本で伝えたいことの核でございます。90歳になって水上スキーを始めるのは難しいですよね。確かに今それを我慢すればその分の金は貯まるでしょう。ですが十分な金を得た時にはすでにそれができない年齢かもしれません。過去に戻ってですよ、時間を取り戻すことなんてできやしないんです。金を無駄にするのを恐れて機会を逃してしまうというのはナンセンスです。金を浪費することより人生を無駄にしてしまうことの方がはるかに大きな問題ではないでしょうか。夢を追い求めることを諦め安定した退屈な仕事に落ち着こうとしている25歳やたっぷりと貯金があるのに長時間労働を続ける60歳は人生を無駄にして今を生きることを先送りにしております。大事なのは自分が何をすれば幸せになるかを知り、その経験に惜しまず金を投入することでございます。当然、それは人によって異なります。何に価値を見出すかは人それぞれでございます。重要なのは流されて生きるんじゃなくて、自分にとって大切な経験を意識的に選び、そこに惜しみなく金を使うことなんです。人生の充実度を高めるのは、その時々にふさわしい経験なんです。時間と金という限りある資源をいつ何に使うか、この重要な決断を下すことで、私たちは豊かな人生を送ることができるんです。さあここで皆様、少し自分に問いかけてみましょうか。自分はなぜお金を貯めているのだろうかと、なぜ今しかできないことを我慢して、今しか会えない大切な人との時間を削って働き、金を貯めているのか、その理由をしっかりと理解しているだろうかと、自問自答してほしいんです。筆者は理由もなく金を貯め込んでいる私たちに、次のようにアドバイスしております。経験の価値を信じなさいと。何かを経験するのに必ずしも金はいりません。無料でできることもたくさんあります。ですが価値のある経験にはある程度の費用はつきものです。一生記憶に残るような旅、素晴らしいコンサートのチケット、起業という夢の追求、新しい趣味、これらの経験にはどうしても多少お金かかりますよね。時には莫大な額が必要になることだってあるでしょう。だがそれは使う値打ちのある金でございます。心理学の研究でも人は物ではなく経験に金を使う方が幸せになれることを示しております。物は買った瞬間の喜びは大きいんですが、次第にその喜びは減っていきます。しかし経験から得る価値は時間の経過とともに高まっていくんです。節約ばかりしているとその時にしかできない経験をするチャンスを失います。その結果世界が必要以上に小さな場所になってしまいます。なぜならば人生は経験の合計だからです。筆者は言うんです。私たちは人生で何を経験したいのか真剣に考えなければならないと。どのくらいの回数それを味わいたいだろうか。些細なものでも壮大なものでも結構です。ただでも高価でもチャリティーでも快楽主義的なものでも何でも構いません。とにかく有意義で思い出に残るものという観点から一度きりの人生で本当に何がしたいのかを考えてみましょう。なぜそんなことを考える必要があるのか。それは人生で一番大切な仕事は思い出作りだからなんですね。筆者はなぜ経験が大切かを改めてあなたに理解してもらいたいと思っています。そして一刻も早く経験への投資を始めるべきであることを心に刻んでほしいと言います。人生というのは経験の合計です。あなたが誰であるかは毎日、毎週、毎月、毎年、さらには一生に一度の経験の合計によって決まれます。最後に振り返った時、その合計された経験の豊かさがどれだけ充実した人生を送ったかを測る物差しになるんです。
だからこそですよ、この人生でどんな経験がしたいのかを真剣に考えて、それを実現させるための計画を立てるべきです。そうしなければ社会が引いたレールの上をただ進むだけの人生になってしまうでしょう。いつかは目的地、すなわち死にたどり着きますが、その道のりは自分自身が選び取ったものでなくてはいけません。次の言葉を胸に刻んでおきましょう。人生でしなければならない一番大切な仕事は思い出作りである。最後に残るのは結局それだけなんだから。人生の最後に残るのは思い出という考え方は、私たちが老後について一般的に耳にする考えとは正反対でございます。私たちは老後に向けて貯蓄しようといったメッセージ常に耳にしておりますよね。子供の頃からいざという時のためにお小遣いを貯めておきましょうと聞かされて育って、大人になっても同じことを言われ続けるんです。アリとキリギリスの寓話の有名な結末は、アリが穀物を収穫して満足そうな顔をしている一方で、夏に遊んで蓄えを使い果たしたキリギリスがお腹を空かせているというものです。どちらの生き方が正しいとされているかについては議論の余地がありません。もちろん間違っていたのは将来を考えず刹那的な生き方をしたキリギリスの方です。しかし誤解しないでほしいんです。筆者は誰もがキリギリスのように生きればいいと言っているわけではないんです。人生の冬に備えて蓄えなくてもいいとも言わないし、経験のためならどれだけお金を使ってもいいとも言っていません。筆者が言いたいのは、現代の社会では勤勉に働き喜びを先送りすることを美徳とするアリ的な生き方の価値が持ち上げられすぎているということであります。その結果キリギリス的な生き方の価値が軽視されすぎております。つまりキリギリスはもう少し節約するべきだし、アリはもう少し今を楽しむべきなんです。この本の目的はアリとキリギリスの生き方の中間にある最適なバランスを見つけることであります。そこで筆者は経験をポイント化してみようということを提案しております。人生は経験の合計というのは単なる比喩ではありません。数値をつけることで実際に経験を合計できるんです。様々な経験の価値を比較できるようにもなります。これが人生の充実度を高める大きな一歩となるでしょう。具体的には各体験から得られる喜びをポイントで表現することから始めましょう。そうすることによって自分はどんな体験から大きな喜びが得られるのかということが理解できるようになるはずです。いやー、なかなかね、深い話でございますね。情報量が多かったので、ちょっとここで内容をまとめましょう。一元の内容をまとめ、ポイント1、私たちは必ず死ぬ。そして死というのは突然やってくる。だから目的もなく金を貯め込むのをやめ、今しかできないことに投資するべきである。それこそが限られた時間の中で最大限に命を燃やす方法である。ポイント2、金を無駄にするのを恐れて機会や経験を逃すのはナンセンスである。金を浪費することより人生を無駄にしてしまうことの方がはるかに大きな問題だからである。大切なのは自分が何をすれば幸せになるかを知り、その経験に惜しまず金を使うことである。経験の価値を信じよう。ポイント3、私たちは人生で何を経験したいのかを真剣に考えなくてはいけない。なぜなら人生で一番大切な仕事は思い出作りだからである。最後に残るのは結局思い出だけなのだから、まずはそれぞれの体験から得られる喜びをポイントで表現することから始めましょう。さてでは次、2限のゼロで死ぬということについて解説していきましょう。さてでは次、2限でゼロで死ぬというね、本書のタイトルに込められた筆者の熱い思いについて解説していきます。ゼロで死ぬとは一言で言うと金を残さずに死ねということでございます。必要以上に稼ぐために働くことをやめるのは実はとても難しいです。何しろ働けば金という社会に公然と認められた形の報酬が得られるからであります。稼ぎ続ける自分に誇りを感じ、特に何の目的もないがなんとなく金を稼ぐために働き続けてしまう人が多いんです。実際どれだけ働いて金を稼いでもまだ稼ぎ足りないと感じる人は多いです。資産が増えるにつれてゴールポストも動き続けます。それは収入の量とは関係ありません。1億円貯めることが目標だ、1億円貯めれば仕事辞めてリタイアしてゆっくりできるなと思っていても、
いざ1億円貯まっちゃうと、1億じゃなんか少ねえなと、もっと貯めたいなと言って資産が増えるにつれて目標貯金額もどんどん高くなってしまいます。そんな状況に筆者は警鐘を鳴らしているんです。莫大な時間を費やして働いても稼いだ金を全て使わずに死んでしまえば、人生の貴重な時間を無駄に働いて過ごしたことになるんだと。その時間を取り戻す術はないんです。例えばあなたが1億円の資産を残して死んだら、それは1億円分の経験をするチャンスを逃したことに他なりません。たとえそれが500万円だとしても、500万円分の経験をするチャンスを逃したということになるんです。それでは最適に生きたと言えません。要するに筆者は使いもしない金を稼ぐために人生の時間を無駄にするのはやめろと言っているんです。このことを説明するために筆者は使わない金を稼いでしまうよくある例を挙げています。本書では45歳の独身女性エリザベスが例にされていました。彼女は事務職として働き、年収は600万。これはアメリカ人45歳の平均年収を上回る額です。所得税や社会保険料などを差し引いた可処分所得は約500万。勤勉で週平均50時間働く彼女の正味の時給は約2000円です。これがエリザベスがオフィスで1時間過ごすことで得られる額でございます。質素なライフスタイルのおかげで大学を卒業して数年後には学生ローンを完済しています。30代前半で購入したマイホームの住宅ローンも完済しました。この家は売れば約4500万円になります。昨年は例年並みの330万円程度を生活費に使いました。つまり年収500万円ですから160万円程度を貯金できたことになります。20年後の引退を望んでいるため、給料のかなりの部分を 401k プランと銀行に預けております。 401k プランには税引き前の金を積み立てられるので、通常の預金口座に預けているよりも得でございます。エリザベスは大企業に勤めていて、会社からも信頼されております。だから雇用は安定しているし、退職まで毎年わずかな昇給も期待できます。ただしここでは話をシンプルにするために、退職までの給料の額は変わらないことにしましょう。また家のローンを完済したことを除けば、45歳まで老後資金は貯めてなかったことにします。この条件で計算するとエリザベスは65歳で定年退職した場合、3200万円を貯められることになります。持ち家の資産価値である4500万円と足すと、65歳の退職時の資産は7700万円。この7700万円で何年生活できるかは毎年の生活費次第ですよね。研究によれば、退職後の生活費は毎年一定ではなく、高齢になるほど少なくなるということが分かっています。しかしここでも話を単純にするため、エリザベスは毎年320万円使うと仮定しましょう。この前提だと彼女は24年弱生活できます。しかしエリザベスが退職から20年後、85歳で亡くなったとすると、1300万円もの資産を使わないことになります。この時、エリザベスは1300万円分の経験を逃してしまったことになるんです。それ自体残念なことですが、それだけではありません。これだけの金を得るために、エリザベスはどれだけの時間を費やしたのでしょうか。1300万円を2000円で割ると6500時間でございます。つまりエリザベスは生きているうちに使い切れない金を稼ぐために、こんなにも長い時間を費やしたんです。週50時間労働で計算すれば2年半以上になります。言ってみれば2年半ただ働きしたのと同じです。人生の貴重な時間とエネルギーをもっと他のことに使えたかもしれません。資産から物価上昇率より高い利子が得られ、社会保障からの収入があったと仮定すると、彼女が働く必要のなかった時間はさらに長くなります。少なくともあと2年半以上前には引退できたし、生きているうちにもっとたくさんの金を使うことだってできたでしょう。もちろんですね、この計算が誰にでも当てはまるわけではありません。例えば時給換算すれば、エリザベスよりもはるかにたくさん金を稼いでいる人もいるでしょう。こうした高所得者にとって1300万円は2年半もの不要な労働を意味しないでしょう。だが実際にはこれらの人々は大抵の場合1300万円以上の資産を残して天国に旅立ってしまいます。時間給や年収が高い人ほど働き続け、稼ぎ続けたいという誘惑に駆られやすいからであります。結局人生の貴重な時間やエネルギーを無駄に使ってしまうわけです。ですからエリザベスの例よりも収入が高い人にとっても低い人にとっても、筆者からのメッセージは同じです。生きているうちに金を使い切ること、つまりゼロで死ぬを目指してほしい。そうしないと
人生の限りある時間とエネルギーを無駄にしてしまう。もちろん死ぬ前にゼロに到達するべきではありません。死ぬ直前にひもじい思いをしたい人なんていないからです。しかしせっかく貴重な時間と労力を費やして稼いだ金を生きているうちにできる限り使い切ってほしいと筆者は言うんです。こうした考えを世に訴えているのは実は筆者だけではありません。古くは1950年代ノーベル賞を受賞した経済学者のフランコ・モディリアーニがライフスタイル仮説というものを提唱しました。これは生涯にわたって金を最大限に活用するための消費と貯蓄の方法を示すものであります。モディリアーニの基本的な主張は、生涯を通して金を最大限に活用するというのは、死ぬ時に残高がちょうどゼロになるように消費行動をすべきであるというものでございます。仮にもしいつ死ぬかが分かっているのならば、その時までに金を使い切れば最大限の喜びと効率が得られることになります。さてここまで聞いてね、絶対に皆さん思っている人いるかと思うんです。いや、いつ死ぬか分からねえんだから、ゼロを目指して金を使って死ぬ前にゼロになったらどうするんだよお前と、絶対こう思う人がいると思うんです。いつ死ぬかなんて分からねえだろうよというね、現実的な疑問に対してモディリアーニはとてもシンプルな答えを示してます。安全にかつ不要な金を残さないためには、人が生きられる最長の年齢を想定すれば良いんだと。つまり自分が可能な限り長寿を全うすることを前提に1年あたりの消費額を決定するんです。しかし多くの人はそれすら計算していません。なんとなく必要以上の金を貯め込んでいるか、必要なだけ貯めていないかのどちらかでございます。自分があとどれくらい生きるかを真面目に考えてみることには価値があるんです。自分がいつ死ぬか想像すらしていなければ、適切な判断がしにくくなるからであります。その結果慎重派の人はまるで150歳までね生きるかのような過度な貯金をしてしまうんです。元本に一切手をつけず利息だけで生きようとする人のように、永遠の命を期待しているかのような節約生活を送ろうとするかもしれません。そして手つかずの資産をたくさん残したまま自分が思ったよりも早く死んでしまうんです。つまり決して使うことのない金を稼ぐために人生の貴重な時間をたくさん無駄にすることになるんです。自分の寿命をおおよそでも予測しておくだけで、これからの人生でどれだけ稼ぎ、貯めて使うかについてはるかに良い決断ができるようになります。自分の寿命に意識的になることは、これからの人生でどうすれば金を最適に使えるかを考えるための最初のステップでございます。私たちは喜びを先延ばしにし、将来のために貯金します。それは悪いことではないですが、毎月の生活費を支払い、子供たちの世話をし、毎日食事の準備をする、そんな日常生活を送るためには今の楽しみを我慢し、未来に備える能力も必要です。しかし喜びを先送りするにも限度があるんです。日々の生活にばかり気を取られて生きていると、ある日突然人生の楽しみを後回しにしすぎてしまった後悔に苛まれるかもしれません。喜びを味わう機会を逃し続けながら生きるというのはとてももったいないことであります。では喜びに投資するタイミングを逃さないようにするためにはどうすればよいか。それは資産を切り崩すタイミングを見極めることであります。本書では詳しくね、資産を切り崩すタイミングについて説明されていますが、ここでは結論だけ述べます。45歳から60歳の間に資産を切り崩し始めると良いです。自分が可能な限り長寿を全うすることを前提に、自分がこの後使うであろう必要な金額を計算し、45歳から60歳の間に資産を切り崩し始めるんです。繰り返しますが、この本はゼロで死ぬこと、すなわち生きている間に資産を有効に使い切り、人生を最大限に充実させることを目指しております。60代や70代になっても純資産が増え続けているなら、ゼロで死ぬことにはなりません。つまりゼロで死ぬことを目指すなら、純資産は人生のある時点から減り始めなくてはいけないんです。そうしなければ金が無駄になります。つまり価値のある経験を逃していることになるんです。私たちは人生のある段階でまだ経験から多くの楽しみを引き出せる体力があろううちに純資産を取り崩していくべきなんです。
今ちらっとまだ経験から多くの楽しみを引き出せる体力があるうちにと言いました。そうです、私たちは年を取るにつれて経験から楽しみを引き出す能力が下がっていくんです。だからこそ筆者は年を取って使うあてもない金を貯め込んだところで何の意味もないんだと。それなら若くて経験から楽しみを引き出せる体力があるうちにその金を人生を豊かにするべきに使うべきだと言うんです。このことは三元で詳しく深掘り解説していきましょう。その前に二元をまとめておきます。ポイント1、ゼロで死ね、つまり金を残さずに死ね。ポイント2、莫大な時間を費やして働いても稼いだ金を全て使わずに死んでしまえば人生の貴重な時間を無駄に働いて過ごしたことになる。その時間を取り戻す術はない。さらに稼いだ金を残して死ぬとその金でできていたはずの貴重な経験も失うことになる。ポイント3、ゼロで死ぬためには45歳から60歳の間に資産を切り崩し始めると良い。自分が可能な限り長寿を全うすることを前提に自分がこの後使うであろう必要な金額を計算し45歳から60歳の間に資産を切り崩し始めるんです。それではラスト3元の金の価値は加齢とともに低下するということを解説していきます。さて最後に超重要なことを申し上げます。金の価値は加齢とともに低下するんです。だからこそ筆者は若い頃に無駄に金を貯め込まずちゃんと人生が豊かになる経験に金を使ってゼロで死ぬべきだと言っているんです。僕たちは40代に金を使うのと60代で金を使うのは同じことだとは思っていないでしょうか。しかし端的に言えばまだ若くて体力があるうちに金を使った方が絶対にいいんです。年を取れば健康は低下し物事への興味も薄れていきます。性欲も減退するし創造性も低下していきます。かなりの高齢になり衰弱してしまうとできる活動は限られますよね。そうなったら金なんていくらあってももう役には立たないんです。ベッドに寝転んでテレビのクイズ番組を見ることぐらいしか特にしたいこともなくなるでしょう。金から価値を引き出す能力というのは年齢とともに低下していくんです。20代も後半に差し掛かると健康はゆっくり衰え始めます。それに応じて金から価値を引き出す能力もゆっくりゆっくりと低下していきます。そう考えるとどうすれば生きた金の使い方ができるかはおのずと見えてきます。経験を楽しむ能力が年齢によって変わってくるなら能力が高い時にたくさんの金を使う方が理にかなっています。同じ10万ドルを使うにしても80代より50代の時の方が価値を引き出せるのならば80代に使うべき金の一部を50代に回すことの方が人生を豊かにするための賢明な判断と言えるでしょう。同じ理由で20代や30代40代に多くの経験ができるように多めに金を使い老後は支出を控えるという方針を立てることもできます。ちょっとここで原稿を読んでいる間に思いついた例えを即興でぶち込みます。50代で使う100万円を80代のために貯金しておくというのは言い換えると80代の自分が50代の自分から100万円をむしり取っているのと同じことなんですよ。経験を楽しむ能力も金から価値を引き出す能力も下がっている将来の自分が今の自分から金をむしり取っているんです。そう考えると能力が高いうちに確かに金を使うべきなんかなという気がね、私もしてきましたよ。このような視点を意識することで年齢とともに変化する金から価値を引き出す能力を考慮した生涯の支出計画を作成できるようになります。経験から価値を引き出しやすい年代に貯金を抑えて金を多めに使う、この原則に基づいて支出と貯蓄のバランスを人生全体の視点で調整していくべきであります。私たちはずっと老後のために勤勉なアリのように金を貯めるべきであると言われ続けてきました。しかし皮肉にも健康と富があり経験を最大限に楽しめる真の黄金期は一般的な定年の年齢よりももっと前に来るんです。この真の黄金期に私たちは喜びを先送りせず積極的に金を使うべきです。老後のために金を貯め込む人は多いですが人生を最大限に充実させるという観点からすればこれは非効率な投資に他なりません。
単に周りがそうしているからという主体性のない理由で金を貯めている人も多いんですが、金は将来のために取っておいた方が良い場合もあれば、今使った方が良い場合もあります。その都度最適な判断を自分で考えてしていくべきなんです。様々な経験の中には将来に先延ばししても特に問題がないものもあります。20代の時に行けなかった旅行をまだ体力がある30代に楽しむことはできるでしょう。しかし体力が落ちていくにつれ先延ばしできる期間にも限界が出てきます。実際のところ私たちが思っているほど先延ばしできない経験というのは多いんです。にもかかわらず私たちはそれを自覚していない。まるでいくつになっても幼児用や子供用のプールで遊び続けられると思っているかのように、喜びを先延ばししすぎた後悔は人生の終わりに一度だけ味わうわけではありません。それは長い人生の中で何度も繰り返し頭に浮かんできます。一番の悲劇は死ぬ間際まで機会を逃したことへの後悔の念を抱いて生きることです。その時にはもう生き方や考え方を改める時間すら残されていません。心の中で自分の過去を受け入れるように努めるぐらいしか救いはないんです。それでは3言をまとめます。ポイント1、金の価値は加齢とともに低下する。だからこそ筆者は若い頃に無駄に金を貯め込まず、ちゃんと人生を豊かにする経験に金を使い、ゼロで死ぬべきだと言います。ポイント2、私たちはずっと老後のために勤勉なアリのように金を貯めるべきだと言われてきました。しかし皮肉にも健康と富があり、経験を最大限に楽しめる真の黄金期は一般的な定年の年齢よりもっと前に来ます。この真の黄金期に私たちは喜びを先送りせず積極的に金を使うべきでございます。さて皆様、長々とお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。では最後に筆者のメッセージを紹介して終わりにしたいと思います。私はこの本でゼロで死ぬことをあなたに勧めてきた。だがとても正確に考えればそれを実現するのは不可能とも言える。なぜならこの本で説明したすべてのルールに従い日々の経済状態を把握しても天国に旅立つ瞬間、あなたのポケットには数ドルが入っている可能性が高いからだ。銀行口座にも数百ドルが残っているだろう。厳密にはそれはゼロで死ぬことにはならない。しかしそれで全く問題がない。ゼロで死ぬという目標を持つこと自体があなたを正しい方向に導いてくれるのだから。あなたは何も考えずに働き、貯蓄し、できるだけ資産を増やそうとしていたこれまでの人生を変えて、できる限り最高の人生を送れるようになる。ゼロで死ぬという目標を持つことで、人生を充実させようという意識が働くようになるからだ。つまり、ゼロで死ぬを目指すこと自体に高い価値がある。理想を追求すれば、人というのは正しい方向に進むことができるものです。わずかであれ、親切になって、賢くなり、勇気が持てるようになります。ゼロで死ぬという目標を持つのも同じことです。完璧に実行できなくても、目指すことで何もしないよりもはるかに目標に近づけます。ですから挑戦しましょう。人生を最大限に充実させ、たった一度の人生を価値のあるものにしよう。さて、本書のメッセージがあなたが良い仕事につき、膨大な時間を捧げて働き、60代から70代に引退して、その後で人生の黄金期を過ごすという従来の価値観に従った生き方を考え直すきっかけになることを願っている。体力や気力が落ち始めるまで、人生を充実させる経験を待つ理由なんてないはずだ。死ぬまでに使い切ることのできない金を貯めることばかりに労力を注ぐんじゃなくて、今すぐ人生を最大限に楽しもう。一生の思い出になるようなことをしよう。覚えておいてほしい。人生で一番大切なのは思い出を作ることだ。今回の動画が皆さんの今までの生き方を見直すきっかけとなれたら、これ以上の喜びはありません。本日は以上です。新しく論文を解説する論文解説チャンネルというものも立ち上げましたので、興味のある方は下のリンクから訪れてみてください。ご清聴ありがとうございました。